the motherfucking dust kicker. Who can you trust? Do you have the heart to see a nigga before you bust? My name is Spoken in the Time. はい、モコフィットネスです。今日は5月に買ってよかったもの3点、ご紹介したいと思います。それじゃあ始めましょう。はい、まず1点目、サイクルボトルですね。はい、A ブロックというメーカーの、はい、サイクルボトルです。はい、で僕が買ったのは710ml 入る、でかいタイプですね。はい、で楽天とかヤフーショッピングとか、アマゾンでも売ってるのかな。はい、なんですが、僕のこの大好きな緑、はい、緑色のこの 710ml のタイプが、日本の通販で売ってなくて、わざわざここのこの A ブロック直接、海外通販で買いました。はい、なのでこの緑色のこの710って意外にレアですよ。これ届くのに1ヶ月ぐらいかかりましたからね。はい、であともう一つワン、サイズちっちゃいタイプですね、 550ml。 はい、そちら1900円です。はい、で、710も550も、色はこの通り、パープル、ブルー、ピンク、レッド、ブラック、ホワイト、オレンジ、イエロー、グリーンがあります。はい、どちらもあります。で、使用感なんですが、ですね、まあ普通です。普通、別になんか可もなく不可もなく。ただなんでこれを、僕は良かったもので紹介したっつうのは、もう分かりますね。もうこのデザイン、このデザインですよ。はい、で使いデザインはもう僕何でもデザイン重視で、選んでしまうので、もうこの時点で最高なんですが、使い勝手はあのこのこうやってピョンってこの口元を伸ばして吸うタイプです。ピュッと、はい、だからこれくらいグーですね。はい、でよくあのレース中お尻でこう押して締めてますよね、こうやって。はい、まあそういうタイプです。で押せば、漏れはあのひっくり返しも漏れませんでした。はい、でこのね、なんかこのおしゃれ感、これたまんないですよね。でヨネックスとも、すごいバッチリ相性があるの合うので、もうこれは、最高に僕にとって、久々買いたいなっていうサイクルボトルでした。なかなかサイクルボトルって僕なんかもう頓着なかったんですけど、これはねかなりかっこいいと思ったんで買いました。で他のメーカーと比べるのちょっとやぼったいんですが、まああえて比べるとしたら、届いて一発目に思ったのは、まあ、かっこいいっていうのはあるんですが、やっぱりねあのチープな感じはあります。2000円ぐらいの値段の割にはなんかちょっと、チープだなっていうところはちょっとあったんですが、まあ先ほども言ったけど、僕は何でも見た目で選ぶので、はい、これは良かったです。はい、で次はですねこれです。ハイドロロコロイド完全防水の、はい、これですね、見えますか、まあ、こちらに貼っときます。はい、でこれ何がいいって、まあもういいや、せっかく皆さんに見てわかります?顔と比べて。これね、大きさが、数字、あ、はい、フィルムサイズ76ミリ、の正方形です。7.6センチの正方形。で、中に、3枚入ってます。はい。でね、この大きさが最高なんですよ。サッカーショーって結構広範囲になるんですよ。で一見これ高いと思っちゃうんですけど、普通のあの市販で売られてるやつ買ったことあるとは思うんですが、ちっちゃくて結局何枚も重ねて使っちゃうと結構、コストパフォーマンス悪いんですよね。なんなら1枚でこれ大体な
8センチ近くあれば大体の傷はもうこれ1枚で済むので、その煩わしさがないですよね。何枚も重ねていく、はい、これはあの落車がこの後何回かあったんですけど、これを使って1回で傷を覆い隠せたんでこれいいなと思って、で皆さんにおすすめしました。はい、傷なんでね、綺麗に直したいって方はちょっと大きめのこれは本当におすすめだと思います。はい、で最後、ですね、これです。じゃじゃーん、僕のビログ動画を見てくださってる方は知ってると思うんですが、最近僕フィラもう可愛くておしゃれで仕方ないと思ってて、近くの靴屋さん歩いてたらこれ店頭にフィラってこう置いてあったんですよ。でもう一目惚れで買っちゃいました。で基本的に僕めんどくさがり屋なので、昔はファッションすごく気合い入れてた時期があったんですけど、最近はめんどくさがり屋なので、基本黒と白しか買いません。もう僕がおしゃれを語るのもおかしいんですが、基本黒と白を買っとけばまあ間違いないんですよ。もうそれを買っとけばまあ大体おしゃれ風に見えちゃうんですよね。で僕にしてはそういう僕にしてはこういうグレーで、ここの縁入るところ、見てください。グリーンです。黄緑ですね。でフィラーの字もグリーン。はい、ちょっと冒険に走った色ですよね。はい、だけど靴って靴ぐらいはワンポイント入れてもいいかな。あと上は大体白黒にしちゃって、はい、手抜きおしゃれ感を出してるんですが、靴ぐらいちょっと可愛い欲しいなーなんて思ってて、でちょうどこの間、靴がナイキの靴が壊れちゃったので、ちょっとこういう運動靴でのちょっとこういうおしゃれな靴ないかななんて探してたフィラですよ。これしかも4000円ですからね。はい、こんな感じです。まあ見えるかな。はい、こんな感じです。はい、フィラ。はい、で僕いつもそうなんですけど、ちょっとね偏屈っていうか、なんだろうな、素直じゃないっていうか、流行っちゃうともういいやってなっちゃうんですよ。まあ流行ってるものも手出しますけどね。そうだからそんなのがあって、フィラってなかなかこう注目されてないじゃないですか。そこなのになんかすごいおしゃれな、T シャツとかパンツとかあって、なんでそんなに流行らないんだろうと思って、意外に皆さん見てください、フィラーおしゃれ、かわいいっすよ。はい、なので僕は最近ハマってます。はい、まあそんな感じで、しょうもない動画ですが、5月、これは本当お気に入りの3点でした。はい、皆さんにご紹介しました。はい、そんな感じで、今日の動画ちょっと楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。下の概要欄から SNS チェックしてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。